こんにちは、日本改革党靴沢です。インドは右回り様、千葉のグーフィー様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。警視庁さん、衆院補選東京15区選挙妨害の疑いで政治団体翼の党本部と黒川敦彦代表の自宅など複数の関係先を家宅捜索。翼に関しては複数の党から被害届が出ており、警視庁は一部を受理、立件を視野に捜査する方針だそうであります。多分日本保守党さんも出してるんでしょうけれども、そちらが受理されてるかどうかはちょっと記事からは分かんないですね。世論です。選挙カーでカーチェイスは…猿みたいに電話ボックスに乗ってギャーギャー騒いでた人たちか。ただの迷惑系 YouTuber だし、3人まとめてお縄の姿が見たい。拡声器使って罵声浴びせてる時点で妨害。なぜか令和の演説は妨害しなかったらしいな。事務所に捜索とはえらいことになりましたな。選挙妨害は政策や考え方を国民が聞く権利を妨害するから放置してはならない。選挙期間中の現行犯逮捕 NG ルールをなんとかしろよ。選挙終わるまで待ってんですよね。違反あった場合ね。で、なんか聞いたところによると、当選したら逮捕しないで、落選したら捕まえるみたいな話をね、10年ぐらい前にちょらっと聞いたことありますけれども、警察関係から、本人たちは表現の自由だって言ってるらしいんですけれども、よその凱旋、演説を聞けないようにして、よその表現の自由を妨害してる表現の自由って何って話になりますんでね。NHK から何から全国報道されちゃって、もうあかんですね、これ。ガサ入れ入りましたって。ガサ入れ映像に複数の機動隊の姿があるんで、暴力で警察に抵抗しそうな連中、する連中って見なされているっていうのがわかりますね。ヤクザ事務所のガサ入れでも機動隊あんまり見たことないな。機動隊何人かいたんで、暴力を振るいそう、ガサ入れの時にって思われたっていうのがわかりますね。これ後で任意で呼ばれるんだけど、任意聴取で呼ばれるんだけれども、まあ応じなければ逮捕されて持ってかれちゃうんですけど、警察の扱い厳しいものになりそうですね。暴力振るう連中って見なされてるってことですからね。犯罪としては粗暴犯に類似していて、詐欺や横領と違ってそこが浅くてですね、残ってる映像だけで立件に十分じゃないのかなって思うんですけど、あえてガサ入れて警視庁もブチ切れてんのかな。どっかの警察署でも怒鳴ってたしね、なんかノート投げたりしてたしね、警察舐められるの一番腹立てますからね。あの人ら威信っていうものがありまして、威信、これ警察に逆らったらろくなことがないであるとか、犯罪を犯しても必ず捕まるであろうとかいう思い込みがですね、犯罪の抑止にうんと役立ってるもんですから、警察はとにかく舐められることを嫌います。当事者はガサ入れでパソコン、スマホ奪われて今は手も足も出せませんね。パソコンからスマホから何から持ってくから、本気度は事件の重大さによって、変わってくんですけど、ガサ入れの本気度、例えば人が死んだりしてる事件なんかのガサ入れですと、車のドアの内側、外側のプラスチック外してそこも見る、トランクも開けて、スペアタイヤも見るみたいな、内張り剥がしてね、そんなことまで、やるみたいであります。今回はどのぐらいやられたんだか知りませんけれども、普通の人やられたらビビるよ。10人以上でどこ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 来るからね。願わくば YouTube の再生数稼ぎでやったとか、しょうもないことを
供述してほしいですね。別に信念があってやったとか言わないでもらいたいな。あと飯山さんの家族を落とした件で脅迫罪になってほしいな。これ飯山さん体調崩して支部長退いたじゃないですか。家族を脅され事務所には押しかけられて言ってましたんで、家族を脅されたんだろうと思うんです。ビビるよ。一切合切ひっくり返して持ってくからね。これで都知事選も妨害するなんて、言ってましたけど、できないな。ちょっと、捕まってようが捕まってまいが、ちょっと心理的にできなくなりましたからね。もう安心です。翼の党は選挙妨害できません。私断言いたします。弁護士、仮放免希望者の身元保証人になれば、仮放免って送還を拒否して難民申請中のやつとか、の身元保証人になれば報酬20万から40万円もらえて、逃亡犯罪しても法的責任なし。仮放免中に1400人逃亡してる、381人が犯罪を犯してる、殺人未遂もやっているという低たらく世論です。身元保証人の意味、無責任の極み。身元保証人の意味ないだろ。逃げたら罰金の支払いや弁護士資格の停止剥奪ぐらいの罰則つけろ。弁護士さんとても無責任すぎませんか。犯人隠蔽の手助けにしか思えませんね。改正入管法で仮放免者の管理人になって重い責任がかかるようになります。弁護士を特定して制度非適用の対象にすべき。逃げられたやつは次から引き受けさせないってことかな。道理で罰則規定するのに反対するわけだ。今まで弁護士はですね、身元保証人の用紙に署名するだけで謝礼もらって、あとは知らねえ。送還記者が逃亡しても犯罪を犯しても何の責任も取らされたかったっていうバカみたいな無責任制度だった。じゃあ保証してねえじゃん。身元保証人なのに保証してねえじゃんって思いませんか。これでいいって決めたやつ一体誰なんだよ。出てこいよ。法務省の誰がだと思うんですけど、その結果4233人の送還喫茶のうち約3分の1の1400人が失踪し不法滞在者にジョブチェンジと、送還期日の時点で不法滞在なんですけど、行方知れず、野放し、地下に潜伏、果物泥棒、電線泥棒やっていると、弁護士が個別に引き受けた寄付者の3分の1が逃げても何もなしっておかしいっすよ。6月10日から施行の新入管法なんですけど、送還寄付者は入管が認めた弁護士や支援者ら管理人の下で、社会生活を送るようになるって言うけど、見張ってらんないよね。弁護士自分で引き受けたやつ見張ってらんないよね。一緒の家に住まわすわけにいかないよね。就労したり逃亡したりした場合管理人に報告義務が課せられたと、報告するだけが責任取んないのか。逃亡したら一人当たり10万円罰金だとか、ないのか。報告を怠った場合は10万円の罰金だそうですけれども、報告すればお咎めなしってこれまたおかしい。月20万から40万の報酬で10万円の罰金では割に合わないから。それとも20万円から40万円の報酬って一人当たりなんですかね。これ10人引き受けたら200万から400万なんですかね。割に合わないから身元保証人商売廃れるんじゃないですかね。あと難民申請2回までになって申請が激減すれば、そもそもの送還寄付者の数が減ればいいですけどね。激減すれば入管施設に収容しきれるようになるでしょ。で仮放免、っていう制度なくせんじゃない。逃げられない、入管施設に閉じ込められてから逃げられないっていうのがよろしいんじゃないんですかね。民主党以前の不法滞在者が入管を恐れること半端なかったと聞いておりますよ。ビビってた不法滞在者入管に、捕まってすぐ4、5日でなんか送り返されてた。民主党以前は、民主党がこの辺グダグダにしたこと忘れませんよ。だいたい自国にですね、パスポートを発行してもらって飛行機で日本に来ている外国人難民じゃねえよ。どう考えても日本国内での難民申請自体やめるべき。
日本国内で難民申請窓口撤去すべき、外国の日本大使館に転げ込んできたような場合だけ渋々話だけ聞いてやればいい、私は思っております。高橋陽一さん、岸田総理になった途端に出稼ぎインドネシア人の数が右肩上がりですが、岸田総理の弟さんがインドネシア人の就労を支援する会社を経営しているんですよね、テレビでバラしました。その会社の名前は株式会社フィールジャパンウィズ K、 岸田かな、社長は岸田武雄、岸田総理の弟、世論です。これは大きな問題になる。親族会社に利益誘導やな。国政を私物化、竹中と同類か、外貫誘致罪で公開処刑した方が良さそう。円安になったから移民どころか研修生も減ったな。野党がこういうのを追及しないのはなんで、与党になった時自分が儲かるからじゃないのか、これは皆さん知ってましたよね。岸田の弟がこういう会社やってるってね、地上波でバラされたのが痛いですね。じいちゃんばあちゃんこれ見ても私利私欲でインド人誘致して利益誘導とは思わないかもね。誰かがバシッと言わないとね。高橋洋一さん利益誘導って言ってましたけど、何のことか分かんないからね、もうちっと噛み砕いた優しい言葉で、丁寧に説明してやらないと全然分かんないかもね。野党が追及しないのはなぜ、支援者の顔色なんじゃないですかね。野党の支援者、特に立憲と共産の支援者は、これを野党が追及することを好まないからじゃないですかね。立憲共産の支援者はですね、日本を破壊したい連中なんで、外国人がドバドバ入って、日本人の給料が下がって、ついでに治安も悪くなれば、それで満足っていう人間のクズが揃ってんでしょ。9月の総裁選ね、身の程知らずにも岸田が出たら、これ言いまくって言いふらしましょう。岸田はインド人のために働いてる売国奴ってね。世界的に大人気、韓国製漫画ウェブトーンを欧州で展開するカカオピッコマパリ支店、パリ支社撤収決定。ウェブトーンってトゥーンって漫画、カートゥーンとか言うんですけど、ウェブだから、まあ、ネットで見せる仕事してたんでしょうね。カカオピッコマっていう会社があるみたいであります。カカオトークっていう LINE みたいな通信アプリが親会社で、漫画部門やってるのがカカオピッコマ社、パリ支社撤収決定。それでも3年間頑張ったみたい。3年前から欧州で事業展開して3年、我慢して、ダメだこれつって撤収。世論です。つまんないもんね。いきなり世界的に大人気なのになぜ日本漫画を追い越す見通しはどうなったんだ。そんなこと言ってたのが世界を席巻してたのになんでかな。最近中国からも撤退してなかった。大好評につきサービス終了。フランス高でも大人気だってほざいてたよな。韓国人工作員が欧州には少ないからじゃない。そして日本でも閉鎖されて、最後は日本は閉鎖的だとか差別的だとか負け犬の遠吠えで撤退する。排他的なヨーロッパのせいと鮮やかに被害者面。韓国製漫画で有名なやつって私一つも知らないですけど、どっかで人気になってたんですかね。これ一つも知らないですけど、私今後は日本市場で頑張るってほざいてるらしいんですけど、漫画大国の日本ではちょっと無理じゃないのかな。米農家に米売るぐらい難易度高くないか。まあ自称ですね、世界で大人気らしいんでどうでもいいっすね。今日の単身です。立憲安住国対委員長、政権交代は夢ではない、テレビで言い放ってしまう。いいですね、こういう自分を全く変わってないところが実にパヨらしいっていうかね。野党転落後に民主党が私たちの何が悪かったんでしょうかってアンケート調査を実施しました。最も高評価を得たのはですね、そんなこともわからないところっていう回答でした。これを思い出しました。まあ理由も根拠もなしでですね、俺が正しい、俺が従えって言い放てるバカと幼稚さがパヨの本質ですから、自分がわからない、自分が見えてない、鏡ねえのがおめんちにゃっていうのがパヨですからね。台湾製工作機械輸出が1年で 26% 減少、円安で値段が下がった日本製に太刀打ちできない。そうであります。円安はいいっすね。外国に脱出してた工場とかが国内に戻ってきてさ、ダイキンも中国工場を撤収して国内生産に切り替えたんだって。円安は国益です。円高は
ダメです。はっきり言って。円安で韓国人の日本就職熱が冷める。日本で働く42歳韓国人男性、1円 0.14 が 0.08 ウォンになり、日本で稼いだ金を本国の家族に送金できない。とのこと。いよいよ、もっともっと日本円安になって、実習生もバイト目的の留学生も減ってほしいですね。でないといつまでたっても日本人の給料上がらないよ。労働力と、需要と供給、労働力の、これ輸入しまくって供給が上回ったらいつまでたっても単価上がんないのは自明の理ですよね。岸田は弟の会社のためにインドネシア人いっぱいいっぱい入れるつもりらしいけれども、それじゃ日本人の賃金上がんねえよ、いう話であります。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。